宇宙大作戦のウフーラ中尉を演じるニシェル・ニコルズ。宇宙大作戦のウフーラ中尉の制服。ウフーラは、アメリカの SF 作品、スター・トレックシリーズ。主に、テレビドラマ、宇宙大作戦の登場人物である。宇宙パトロール船、USS エンタープライズ号通信士官。2239年、地球のユナイテッドステーツ・オブ・アフリカ生まれの人間女性。宇宙艦隊士官。 トス当時の階級は大意。歌が得意で、作中でも歌うシーンが多かった。これは幼い頃からのニコルズの才能で、日本語吹き替え版でも、ニコルズの歌が流れた。劇場版では、第1作から第6作までと、第11作から第13作に登場した。2022年に配信開始予定のスター・トレック・ストレンジニュー・ワールズに登場予定である。 日本語吹き替えでの名前はウラ。ウーラと呼ばれることもある。ウフウラという名は、スワヒリ語で、自由を意味するウフルーから来ている。当初ファーストネームは決められていなかったが、後に、ジーン・ロッテンベリーの提案により、ニョタナヨタナヨタウフウラとなった。映画第11作では、ニョタというファーストネームが初めて映像作品の中で使われた。ありがとうございます。